はい、こんばんは。ちょっと今日はこの URGI M4 マグチェンジの素振りをやっていこうと思います。まあ弾入ってないんでマグチェンジだけをやっていこうと思います。やばっ、玉が入ってたっぽい。ということでこんな感じでやっていきます。難しいですよ、あの銃本体が重いから。結構これ足に落としたら最悪ですよね。これがガス風呂じゃなければマガジンが軽いからもっと簡単なんでしょうけど、ちょっともっとこうスマートにやりたいなっていうのがあるんで、電動ガンでもどうだろう、こう片手でこうやるのは結構きついんですよね。マガジン自体は軽いけど片手だとちょっと厳しい、ほんと。なんであれ、キュッと飛ばして、まあこんな感じ。ということで素振りなんですけど、ちょっとカメラ、まあこんな感じで、あんま面白くないかな、やってる本人はちょっと楽しいです。うまくできたかなみたいな。マガジンを持った状態ではね、ぶっちゃけ支えられないか、脇の下に挟んで、この状態から脇の下に挟んで新しいマガジンを持ってきて、まあこういうのもありなんですけど、あれどこ行った、あんま床に落としたくないんだけど、重いからダメージがでかいみたいな。か、両手でポンってやってから、こういう感じ？あれ？もう一個どこ行った？よし。ステンバイ。リロード。リロ。リロ。あれ？リロード。まあこんな感じですね。息が切れるってこと、筋トレになるんじゃねえのこれ、ぶっちゃけ。あれ、微妙にボタンが硬い。なんでこのボタンになんかちょっとアタッチメント延長のあれちょっと欲しいなって思ってんですよね。押しやすくなるから。俺指が短いんで結構辛いんですよね。買おうかな。あれ、マガジン飛ばし大会マガジン飛ばし大会ですね、これは一種の。ということでもうちょいやりますか。せっかくちょっと長めにやろうと思って始めたんで、もうちょいやっていきます。リロード。こっちに一応ソファーがあるんですけど、まだちょっと安定してないんで、まあ壊れたら壊れたらな。
部品交換で済むあれだったらいいんですけど。でこんなことやってるといろいろ傷がつくじゃないですか。それがまたいい感じにいい感じに使用感が出るというシステムです。リロリロロ、これがさ落とすだけだとまたちょっともろマガジンにダメージ入るし、落とすだけでもいいんですけど、ここでもいいんですけど、あとはどうでしたっけ、あれどうやってやったっけ、あこうやって差し替えるのか、なんかこれはちょっと自分の性に合わないんで、やっぱ吹っ飛ばしたいってもう一度いきます。これ取りやすいようにしとかないとダメだよな、マガジンを。向きが色まあこんな感じ。もう1セットぐらいやろうかな。なんかちょっと熱くなってきた体がこれさ広告剥がされちゃうんですよね、鉄砲関係だと。だからあんまり収益化には全く意味がないんですけど、リロードリロード、まあこんな感じでこういう遊び方もあります。以上。